一人で YouTube を見ている13歳未満の方へ。男子マン動画チャンネルを見るときはお父さんお母さん大人の方と家族みんなで見てね。男子マン動画チャンネル、男子マン動画チャンネル、カナトです。今日は、はい、今日はですね、ここ茨城県古河市にオープンしました、忍者パスというね施設に来ております。はい、ここはね、いろんなねアスレチックとかね、室内で遊べるボルダリングとか、あとパルクール、飛び箱、バスケットボール、トランポリンとね、こういろんなねこう体を動かす施設となっております。はい、はい、じゃあね、どんなものになっているのか行ってみましょう。行ってみましょう。まずはね、キッズエリアから行きたいと思います。はい、行きましょう。さあ、こちらがキッズエリアですね。はい、お、すごいボールプールあるよ。とうわ、あ、運動しれるとこもあるじゃん。結構いたか。あ、楽しそう。なんかいろいろあれ、ほら、ロープがぶる下がってたり、大きななんか滑り台みたいなのあったり。裸足だったらいけんじゃないかなと。だーって、しようは、じゃあ俺、じゃあちょっと俺ケンディ。おお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 。これ多分大人がやんないと多分いかないよ。はい、上まで行ってよ、上まで行ってよ。はい、せーの。やってみたわ。あら、キヨン君も来た。よし、すごい、やった。結局あの横の網から上がっております。めっちゃ面白かった。あーちゃん何してんの。すげえじゃん、すげえじゃん。降りる。おお。提案したら危ないよ。怖い。怖い。おい。チビ忍者ゴー、いけ、頑張れ頑張れ。いけるいけるいける、あー、いけるいける。そうそうそう、あー、よし、そう、手も手も手も頑張ってはん。そう、いいよいいよ、いいよ。やった、いった、そっから、よし、頑張れ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 、よし、いけ、おお、すごい、落ちた、頑張れ頑張れ。
なかなか行けたじゃん、行けたじゃん、上まで行けたじゃん、すごいじゃん。下はさ、ボールだからさ、ああ危なくないね。そう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 、本来はここまでこう来て、ここからロープでこうちょんちょんちょんって行って、あれで上に行く。ラッキー、おあ、できない。ビーはよっ、できるっしょ。それで上まで、はい。上まで、上までだって。いける？いいえ、頑張ってよ。頑張って。すごいじゃん。ボルダリングちょっとやんなくて。どうしたどうしたどうした。頑張って頑張って。こっちがむずい。俺もやったことあるねん。え、どうしたの、なんで戻ってきた。形がむずい。どういうこと。むずい。じゃあ俺の見てって。俺の見てて。え、黄色縛りで。おった、起きてた。おっ、おシオン意外といけちゃうかもしれない。もっともっと。いけちゃうかも。あとオレンジ、オレンジ、オレンジだって、オレンジだって。え、ニーニーより行ってんじゃん。できない、できない、いけるよ、次。怖い、怖い。じゃあ降りてきて。じゃん、おー、すごいじゃん。入った。おー、入ってる。あー、惜しい。超動いた。今度さ、難しくなんじゃない。あ、そんなことない。まあ、ちょっとやってみなよ。届かない。あそこってどこ。届くじゃん。お、入った。おー、すげえ。じゃあ今からね、はい、ママとパパで5球ずつで、5球、はい、フリースロー対決やっていきたいと思います。はい、バスケ初心者だからジャンプ OK で。
ってるよ。あーここ、あーちゃんやんの、届かない、見て後ろ、忍者パークの靴下、はい、見て、間の間ね、お、すげえじゃん、パンダね、えほら、これつなげればパンダ、すげえ、面白い、かわいいね、あーちゃんも、あーちゃんも履いた、パンダになるの、こうやってやると、あ、かわいいね、よし、バルト決めてこい、はい、ずっと撮影されてます、あれやってみれば、はい、あれ、あ、普段は YouTube で動画を撮ってます、はい、そんなわけで今日は忍者パークで遊んでいきました、はい、いかがでしたか、楽しかった、楽しかった、いろんなアスレチックがあって、うん、楽しいし、ぜひ皆さんも来てほしい、そうだね、あのキッズエリアがすごい充実してて、と家族で遊べる施設になってると思います、すごい体ムキムキになっちゃうね、うん、はい、で今回ねちょっとね、あの中履きを忘れてきちゃったんで、ちょっといろいろできないものがあったんですけれども、こういったね飛び箱とか、こういったパルクール施設もあるので、皆さんも来てみてはいかがでしょうか、そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします、お願いします、おすすめの動画を見てね、そんなわけで今日はこの辺で、バイバーイ。